こんばんは。なんかすごいノイズ走った。大丈夫だった。ソイタウンでーす。どうもー。どこだカメラ。こんばんは。じゃあちょっとジョージさんにバトン出しましょう。はい、皆さんこんばんは。ソイタウンでーす。見ていただいておりますでしょうか。今日はね、見ていただいておりますね。11、2、3人ぐらい、ありがとうございます。今日はソイタウンミュージックルームという題名で、このように YouTube で配信ライブを行っております。短い時間ですけれども、ゆるゆるとやってまいりたいと思いますので、皆さんどうぞ、何ですかね、お酒でも飲みながらってさっき言ってましたけど、楽しんでいただけたらなと思います。今日の、そうですね、メニューなんですけれどもあ、そうですね、はい、今日はね、なんかこうカメラを2台も使って結構贅沢にやっておる、ま、おるますと言って恒例の僕の髪が今日も炸裂しておりますけれども、それもね、はい、あるということで、今更ながらですけどね、新年明けましたねということで、おめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。そうですね、去年ね、活動1年やりましたよね。おととしの12月頃に、初めてライブをしたんですけれども、それから1年、経って、まあ、結構ソイタウン的にもなんか、ね、機会に恵まれていろんなライブをさせていただいたりとか、まあ、それだけじゃなくて結構、あ、なんか泣いちゃうこれまだ4、5分しか経ってないんですけども、もう泣くんですか、はい、とか言ってますけど、まあ、結構いろんなことが実際ありましてですね、メンバーも結構、激動とまではないですけど、ね、いろんなライブをさせていただきながら、結構バンドとしていろんなことを、まあ、学んだというか経験させていただいたなと思っております。手短にって書いてあるね。あ、まずあれですね、メンバーでいろいろあったといえば、ベースのなんていうやつでしたっけ、不在になりますよっていうことで、結構ね、僕たちも、今までサポート、まあ、今日もねサポートを迎えてるんですけど、お、ちょっと見えてるのか見えてないのかちょっとわかんないですけど、お、見えてるね、ゆきくん、これ、あ、ほんとだ、そうですね、はいはいはい、ということで若干のラグがありながらも皆様にお楽しみいただいて、まあね、メンバー紹介は後でするとしても、それとあれですね、菅井くんがそういったのを抜けるという、これも抜くる大事なところでいつも噛むって、僕は全然なまる人じゃないはずなんですけどMC になると突然ねなまりますねそう、菅井くんが抜けたりとか、あ、それリアルタイムですか、ありがたいですね。で、僕がフラフラしてるので見ながら喋るの本当に嫌なんですよこれ皆さん、あ、これみんなの声ってどれぐらい届いてるもんなんですか、僕以外の声ってあんまり聞こえてないもんですか。あ、本当に、せっかくだから僕の下手くそな MC だけじゃなくてみんなにも喋っていただきたいんですけどね、はい、まあ、菅井くんの脱退は結構大きかったですよね。サウンドにとても変化が、まあ、良くも悪くもあり、そうですね、うん、いろんなドラマがありましたが、まあ、なんとかこう1年続けてこれたということを、まあ、僕個人的にも、まあ、メンバーとしても嬉しく思うし、今後もライブいっぱい決まってるんでね懐かしいね、僕が知る限りでは彼は元気ですから、ええ、めっちゃ元気で、そうだねということで、まあ、お互いにまた別の道を歩んでるわけですが、まあ、これぐらいにして次の曲いきますかね。あ、そうですね、どし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 コメントください。寂しいんでね、僕らもね、寂しがり
寂しがり屋になりがち、寂しがりがち。そうですね。まあこう何なんかともあれこう僕たちがメンバーがねいろいろ変わったりとかしても応援してくれるファンの皆様にはね本当に感謝の気持ちでいっぱいなので今後とも応援のほどどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。あれあれ違うかということで、ね、どんどんいきましょうね。はい、2曲目はね、これもなんかまた最近やり始めたって感じですよね。ちょっと長いこと眠らしてたんですけど、散歩散歩道どっちですか正解。散歩道っていうね曲ですね。すごくしっとりとしたナンバーです。それではよろしいでしょうか。はい、では散歩道をお聴きください。はい、ありがとうございました。散歩道という曲を、お届けしました。
コメント そうなんですか。へえ、やつの放送事故の話急にすんの。そうだよ、ね、さ 俺が MC するまで誰も喋らないみたいなやめようよ。俺結構楽器準備することいっぱいあるんだけど。はい、ということでですね、今年もソイタウン、頑張っていこうと思うんですけれども、去年どんなライブをしてたのかっていうのをちょっと軽く紹介しようかなと思います。ソイタウンの初めてのライブはですね、2017年12月7日、ジョイントライブインバディエコダのバディ、これで喋れるんだったわ。あなんかそれで始まるあの歯磨きしてる人みたいな。はい、のが始まりでした。その後ですね、なぜかソイタウン結成したばっかなのに、ライブが立て続けにあるというね、不思議な状態でしたね。12月10日、ジョイントライブ、これ目黒のカフーでしたね。でその後の4日後に、語りの場、これは僕らの大学の後輩が主催する素敵なライブだったんですけども、これにもいましたね、小手差し、はい、小手差し遠かったし寒かった思い出があるんですよ。懐かしいんですけど、なんかみんなで餃子食べ餃子の王将にめっちゃ行ってさそうだ、すげえ食ったよね。ジョージさんだけね、お仕事あって後から来たんですよね。ということがね、懐かしいですね。いや、やったね。というのがあり、こんな写真だったわ。アーシャがね、池袋のよくわかんないところで撮った人目を気にしながら頑張って ね、これ自撮り、これは自撮りでしたよね、ほとんど ね、 そうですね。シャッターを回して走って、かろうじて一眼は使ってたけど、そうみたいな感じでした。そう、あったね、これね。はい、それからソイタウン初の、主催ライブシティナイトタイムという、うん、これをきっかけにね、シティナイトという曲名も生まれましたが、3月29日、来年じゃない、今年の3月23日にもねライブありますからね。そしてその後4月19日、ソイタウンとしてはなかなかでかいところでライブやった、これね、クラップス。こんばんは、どうもこんばんは。皆さんこんばんは。ソイタウンです。はい、上がりましたね。で、この後、これはソイタウン配信ライブがあったんだから。配信ライブを挟んで、アーシャも変わって、そしてアーバンベイサイドギグ。これはね、ソイタウンの去年の活動の中で一番大きいイベントだったんじゃないでしょうか。イベントの一つだったんじゃないでしょうかね。ブルームードで共演者も素晴らしい共演者 ですね。この時はねすごかったですよね。大変だった、おかげさまでガチガチでですね、そういった緊張したよね、この時はね。ジョージさん珍しくすごいね、緊張しましたよね。超上がってたよね、こんなのさ。ワクさん、あのワクさんがあまり喋らない、なんかこうガチガチすぎて口数が少なかった思い出がある。全然リハで叩けない。そうだから、テンション上がってたのは朝引くんだけど、そんなに震える必要あったのかっていう話なんで、なんかコラボ曲とかやったりして、すごいね、これはまあまあ前だ、記念すべきライブでした。いやー、これはそうね。はい、そしてフラッシュ、これはね、そういったの中ではもういろんな意味でこれもでかかったですよね。あのクラブサウンドに全部置き換えてそういったの曲をやるっていうので、何もわからない状態で、しかも中田康隆大先生と共にやるというのが ね、おかげさまでこれ超満員の、もう業界の方からもとてもお褒めの言葉をいただいた伝説のイベントになりました。フラッシュでございました。来てくれた皆さんありがとうございます。そして本当は9月の30日に、ああそうですね、あったのですが、これが残念ながら台風大接近で、異例のなんだっけ、電車が8時で終電になっちゃったっていう、これはねどうしようもないってことで中止してしまったんですけども、その後だからちょっと間隔が空いて、そういったの初のワンマンライブを成功させる。そこまでライブなかったんですね、今思えば。フラッシュから、そう、ここで初めてそういったのを知りました。あれどこで知ったのか僕は分からなかった。ブルームードで、ありがとうございます。すいません、はい、あ、今ちった。フラッシュもすごかったですよね。というね、このワンマンライブとても緊張しましたが、
演奏も集客もね、とても緊張しましたが、おかげさまで超満員、キャンセル待ちが出るぐらいの、ありがたいことですよ。初めてそういったのも集客した。その話もしたい。そう、すごい。現場の中で時差はやめてほしいよ。そして、最後の最後にもう一回フラッシュに出演させていただきました。もうとってもありがたいことです。もう共演者がね、テディロイドさんもいたっていうね、これすごい、ね、年末でしたね、僕らね、びっくりしたねこれね、という、こちらもねとても盛り上がりましてですね、ウームラウンジ、あの僕らが、演奏してたフロアはとても盛り上がっていました。これはもうありがたいことです。はい、なんかクラブもバンドもどっちもね、こう、やれるバンドっていうのはなかなかいないんじゃないかなとね、我ながら思っているので ね、これはね、そういったのの武器の一つであります、という感じでございました。来年はどんなイベントが待っているのか楽しみでございますが、まず一発目に待っているのは、宣伝はもうちょっと後ということで、マネージャーに怒られたので、マネージャーが、そっかそっか、進まないな。もう8時半か、すごい時間だな。今日何時までこれ、9時まで早くやる、行けるところまで行きましょう。はい、フラッシュまたやってほしいです。フラッシュまたやね、喋ることになっちゃう。ワンマンまたやってください。ワンマンね、やりましょう。次はモーションブルーで突然さあ、ということで、次の曲に参りたいと思います。続いての曲はジョージさんから紹介していただきます。はい、続きましての曲もですね、まあソイタウンと言ったら的なね感じで、まあ題名があまりにも夏感が出すぎていて、こう夏以外の季節だとすごい場違いみたいになっちゃうのが、まあちょっとたまに傷なんですけど、まあソイタウンとしては、あのまあね、ソイタウンの曲ほとんどこの文字が書いてるんですけど、文字感がとても出ている曲だなと僕はね とても思うわけなんで、最も出ている曲のうちの一つですよね。ということで、お聴きいただきましょう。エンドレスサマーです。
よかった。放送事故になるかと思ったわ。はい、エンドレスサマーという曲ねやりましたね。これ結構ね熱いですねやっぱりね。ね、もう一回やるの。まあね配信なんで何回やってもいいわけなんですけれども、まあ時間も結構ねいい感じに実はなって30分経ってるわけですよね。何でもやるよ。勝手にリクエストをこうやって受け付けちゃってさ。そうだね。いやちょっとゆきくんの紹介をさ文字がしようか。俺は直接あのあんまりかかってないから。はい、ということでですね、さっきからゆきくん言ってるんですけれども、ベーシストの、ごめん名前なんだっけ、あ、かずきくん、あ、ゆきかずきくんでーす。イケメン。もうゆきくん言いすぎて名前忘れちゃった。ゆきが名字、かずきが名前で、僕らもゆきくん言ってるんですけども、もう見てお分かりの通りめちゃくちゃ若い、顔が幼い、ね、年齢はそんでいくつ、年齢は、真面目に答えた方がいいですか。いや真面目に答えましょうよ。年齢は18です。若っ。早生まれ、早生まれなんで。なんと2年生、1年生、どひー。いやすごいベースうまいですよね。まだ18歳の、あのうちのマネージャーと干支が一緒っていうね。うわ。恐ろしい。そう、いやバレちゃった。そっか、おめえいい年してんな結構。言っちゃったよ、あんま言わない方が良かったです。あ、なんかちょっともうすでにちょっと不機嫌な。早生まれだから。早生まれだから。そういうことに、はい、そういうことにしましょう。たまたまね、しょうがない。そうだね。まさかゆきくんが早生まれなのにえと一緒なのはまずいね。まずいね。はい、ということはね。はい。そんなゆきくんですね。キレキレのベースをやってくれ、なんかまるで岡田光平が後ろにいるかのような気分になるんですけれども、ね、岡田くん元気かな。はい、もう少しで帰ってくると思いますよ ね、ちなみに3月23日のライブも、ゆきくんに、出演いただこうと思っておりますので、皆さんお楽しみに頑張りましょう。こんな若そうですけどね、あいつもうとても腕は確か顔が若いよね。そう、一緒にね並びたくないんですよね。そう、ね、そう、僕は散々この先輩方に可愛がってもらってたのに、なんか可愛がってもらってるかな。そんなことない。いじめられてるのかな。可愛がってるかな。ゆきくんでございました。イエイ。はい、では次の曲参りましょうか、ね。はい、続いてはですねバラードを1曲お送りしたいと思います。渡辺ジョージ作曲、なんだっけ曲名、クリアランス、クリアで違う、クリア朝日じゃなくて。クリアデイウィンドウ、クリアデイウィンドウですね。はい、でございます。なんかこの間 YouTube に、動画を上げてて、とても素敵だったんですけどもね、それよりも素敵な、ソイタンの演奏バージョンで、お届けいたします。はい、怒られちゃうかもしれないですね。多方面に怒られちゃう。はい、そのソイタンバージョンの、クリアデイウィンドウをお聴きください。
い、ありがとうございました。クリアデイウィンドでした。クリア朝日でした。はい、はい、さあ、どんどん参りましょうか。続いては何だっけ、イマジネーションですね。この曲さ、はい、なんかきっかけとかあるんですか、この曲やろうって。急に君はデモを投げてきたけどさ、これなんかちょっとこういう曲やりたいってなんかちょっとダンスチューンじゃないけどファンクな感じというか、なんて言うんだろう、の間ぐらいがちょっと流行ってる感じがしたので、はい、はい、なんか自分もその流行りを取り入れたいなという、はい、そういったように歌物では結構あるけどインストではこういう曲はないなと思ったんで、それをちょっと、やってみたいなと思って、作ったのが、イマジネーションという曲ですね。はい、とてもいいと思いますよ。はい、はい、ということでイマジネーション、僕ちょっと準備させていただきたいので、はい、ジョージさんちょっと MC お願いします。 はい、せっかくなんでね、朝日くんとわっくんのトークを今日は聞かないと配信ライブの ね意味ないんでね。俺と朝日ね、どうも兄弟です。ここで喋るんですか。どうですか今日は。今日調子いいですよ。俺も調子いい、ありがとうございます。もっとなんかないわけ。もうちょっとなんかこのトーク下手さが、俺だって頑張って喋ってるのにさ。そうだよね、いつも常時にさ。そうですよ、俺はそれをね、いつも。まあなんかそういった運を1年やってきてどうでしたかみたいな。いや楽しかったです、本当。なんかいろんなこともあってね、本当みんなのこれから俺本当にね、切にね願ってます、発展を。乾杯したり、ボソボソ喋んじゃないよ、もう。乾杯したりね、酒飲んだり、乾杯したり、酒飲んだり、乾杯したり。俺そのイベントにほぼ参加してないんだけど。そう、いつもジョージいないんだもんね。すぐ家帰る、ジョージ。帰るわ。嫌になっちゃうよ。はい、どうぞ。朝日の今年の。朝日的な去年1年の思い出。なんだ、あ、でもやっぱクラブに行ったっていうのが、あ、まあそれは俺も一番でかかったかもしれない。うん、クラブカルチャーとかね、本当に知る由もないって感じだったからね。本当ですよ、もうめちゃくちゃ怖くて、めっちゃ準備していきました、ね。確かに怖かったね、最初。ご飯しっかり食べて、お風呂に入って、ヘパリーゼ、薬局で売ってるヘパリーゼ飲んで、でそしたら意外に夜まで元気だった。ね、うん、いや、楽しかったですよね。楽しかったです。ね、ええ、なんかそういう意味では、ちゃんとこうライブでお客さんが盛り上がってくれるっていうのが、なんかダイレクトに伝わるなという意味では、とても良くてですね、まあ、まだ不慣れなとこいっぱいあったんですけどね。でもあんなウェーイってやってウェーイが帰ってくるのなかなかない。そうだね、それはね、なんか新しい文化ではありましたし、異文化交流でしたね。それを2回もできたっていうのはね、とても贅沢ですね、大きいですね。まあなので今後もそれが切れることなく、今年も、ね、そう1年いろんなつながりをまた作っていきたいなと思っております。ところで長さ都市の準備が終わったようです。はい、それでは現場に返します、はい、現場のいいですか、マイクもらえますよ。じゃあこれすごい絡まっちゃった君はさ、はい、ああダメだね、まだね。それではそういった運の、純新曲みたいな感じの感じですが、イマジネーションという曲を演奏したいと思います。お楽しみください。
どうした？あ、そうですか。ちょっと顔赤いよね。言っちゃったよ。言うかよ。はい、ということで、あのイマジネーション、お送りしました。お楽しみいただけましたでしょうかね。結構ね、この曲ソイタウンの中でもなんて言うんでしょうね、お機材トラブル、機材トラブル、あ、OK。 なんか熱い、熱いよねこの曲って。なんか僕は結構結構好きなんですけど、いい曲。自分で言うかい。まあいい曲なんだけど自分で言うかい。文字はこういうとこあるよね。そうそう、いいと思いますよ。あ、はいはい。はいはい、もう十分です。ありがとうございます。ということでですね、あ、だんだん終わりに近づいてきましたけど、あと2曲ぐらいあるんですけど、あと、あ、なんかノイズが結構乗ってますね。これか。あ、あ、あ、聞こえてますか。次の曲は結構思い出深いですね。ね、もう、うん、うん、あ、そうなんだ。そっかそっか、そうですよね。僕が一番最後なんだっけ。その前が朝日くんだよね。そうだよね。でフルメンバーで初めてできた曲だよね。でレコダのバディの最初のライブでやって、ね、懐かしいですね。というわけで、次にお送りするのはサンセットタイムという曲ですね。OK、業務連絡しちゃった。ということで、サンセットタイムですね。 お楽しみください。
ありがとうございました。サンセットタイム。ギターの朝日くんがなんか言ってますけどね。何ですか？なんかはい、そう、そういった分メンバー変わったことによってね、こう今までやってたこととちょっと変えていこうっていうね試みがね今回あったんですけど、そんな朝日くんから一言。もう一回泣きの、もう一回編集でカットしてダメですか？やりません。ダメですか？じゃあこれアーカイブ残すけど、今の編集で、じゃあ僕そういうグダグダなやついらないので今年の抱負言ってください。今年の抱負、でもこの後みんな話すんですよね。そうなんですか？なんか MC のねカンペに入ったから一応考えていたんですけど、いやなんかそうなんです、ソウトさんが脱退していなくなったんで、まあ、ジョージさんワンフロントではなく今年からはちょっと僕もメロディーを弾いてちょっと T スクエアみたいにちょっとちゃんとメロディーを弾けるようになろうと思ったんです、はい、で練習してたんですけどね、アルコールって怖いですね。酒のせいにするんじゃないそういうねあの人はいいんですよ。ごめんなさい、いやもう本当、はい、いやちょっと自分で悔しくなっちゃって、で途中から入ろうと思ったら途中から入る練習してなかった。もういい大丈夫すげえ裏話しちゃった、はい、あ、まあこんな感じで今年はまあ僕だけじゃなくてね、まあ、僕がずっとメロディー吹いてても聴いてる皆さんもちょっとうるさいよって話だと思うんですよ。なのでギターもちょっとねフロントに入れていこうということで。そうなんです。今年は朝日くんもソヨタウンの顔に。そうなんです。なっていこうと思うので。今までは顔じゃなかった。お楽しみに足、おへそ、耳ぐらい。耳ですか？まあ何でもいいですけどね。これからもソイタウンを、よろしくお願いいたします。ああ。じゃあ最後にですね。最後にとか言っちゃったよ。次の曲が最後なんですけど。はい。その前にですね、今後のソイタウンの活動について、宣伝をさせていただきたいと思います。ちょっとマイクどこに。あ、はいはい。これはちょっと長澤俊樹という人にね、一緒に行っていただこうと思うんですが。まず、来月は何がありますかね？はい、ですね、来月、2月の24日、日曜日ですね、そうですね、オッドアイズ、これは、復活ライブ的な感じですかね。そうです。そう、9月30日に、台風で中止になってしまったオッドアイズを再び、開演します、はい、でこちら予約がもう始まっておりまして、いつも通りソイタウンのツイッターやインスタグラムの DM でも受け付けておりますし、メンバーそれぞれの、DM 等々でも受け付けておりますので、お気軽に、ぜひ、ご予約いただければなと思います。会場がね本当にすごいんですよ。すごいですよね、あれ。そう、僕らも想像してなかったんですけど、いいとこだよね、うん、オールオール本当に僕としては、僕個人としても、この会場でやるということに憧れの一つを持っていたのでですね、とても、はい、楽しみにしております。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回のチケットを買った方はですね、払い戻しがされておりますので、再び予約をしていただかないといけません、のでですね、皆様、よろしくお願いいたします。はい、ご注意いただければと思います。そして、まあ何度か告知しておりますが、3月23日ですね、レゾナンスモノリス VS ソイタウンということで、なんかかっこいいタイミングです。はい、これねツッコミどころ満載なフライヤーなんですけれども、まあそれはさておきですね、モノリスさんと再び、共演することが、実現しました。ありがとうございます。本当に、はい、とても楽しみですね。まあ、メンバーそれぞれもとても、個人的にもバンドとしても、とても仲良くさせていただいているモノリスさんでございます。この話出るたびにモノリスってすごいバンドなんですよって話をするんですけど、はい、ね、どうぞ。僕たちと一緒にやって大丈夫なのかなっていう話なんですよね、果たして。ああなんか天の声みたいになってね、そうなんですけどもね、モノリスとソイタウンの、カラーの違いがですね、より、会場を盛り上げるのではないかと、ね、我々期待しております。そうそう、同じインストバンドではございますがですね、その違いにぜひ、ご注目いただければと思います。ソイタウンもこの日のために僕新曲いっぱい書こうと思っててですね、すでにできてますね。すでに曲作ってますけどもね、ちょっと、今年はソイタウンは
ちょっと今までとは違う曲たちをどんどん作っていこうと、はい、思っておりますので、ね、3月23日楽しみにしていってください。ちなみにこちらのチケットも、予約始まっております。ソイタウンの、ダイレクトメッセージ、メンバーのダイレクトメッセージ、どちらでも構いません。ホームページからでも、予約できますので、皆さんぜひご予約ください。ぜひぜひ、はい、こちら席に限りがございます。はい、席数超えちゃうと、立ち見もできませんのでご注意ください。ということで、こちらの2つの告知でございました。お楽しみに、はい、お楽しみに。さあということで、戻ってまいりましたが、最後に、ソイタウンのお箱、都会の夜で終わりたいと思います。またかよって思った人いたでしょ、絶対。なんでいいじゃん。絶対いるよね、またかよって思った人。まあ、でもね、やるんですよ。みんな、僕も含めまたかって思ってるからね。うん、そうだね。でもやるんです。けど、やっちゃうんですよ。もっとずっととかやっちゃう。むちゃぶりにも度が。ほどがあるよ。ほどがあるよ、そう、はい。まあ、あれもね、また機会があったらやりたいですけどね。もっとずっともね、やりたいですよ ね、またね、そうやりたいです。なんかそういうとこも含めて3月23日のライブはいろいろ仕掛けを、はい、実はですね、モノリスさんともですね、ちょっと面白いことをしてですね、まだ何やるかはないでございます。戦々恐々としてるんですよ、私は。面白いこと考えてる。じゃあ後で打ち上げで話すね。モノリス怖がりがち。はい、ということで、本日のソイタウン配信ちょっと9時超えてしまいましたけど、はい、どうもありがとうございました。次回は、9月…じゃない、9月…9月30日とし、はい、2月の24日、はい、ウォール&ウォールでお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ちょっと機材トラブルでございます。少々お待ちください。じゃあその間、朝日くんたちちょっとつないでてください。この雑な振り、いつでも振ってくれれば、いつでも振ってくれれば僕らつなげますからね。僕らの自慢のトーク力で。僕の今年の抱負ですか。そうですね、何でしょうかね。なんか形にいっぱい残したいなって思いました。おうおうおう、出たね出たね、形に。でもライブいっぱいやったんですけど、まあ、なかなか音源とかを残せてないなと思って。そう、まあ特にその形はこだわってないんですけど、形はこだわってないとか、何でもいいんですけどね。なるほど。記録にいっぱい残したいなというふうに思ったので、まあ、それが今きっとね、上達にも宣伝用の素材がない感じっていうか、まあそれが上達にもつながると思いますし。そうですね。なので、はい、ということで、まあ、僕のあんまり聞かなくてもいい抱負を聞いたところで、最後の曲をお送りしてお別れしたいと思います。都会の夜お聴きください。今日はありがとうございました。